Go to the top! ジャムボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、JO1 魅力勉強会。はい、JO1! エピソード23、癒し会前編、ワンちゃんの世界に遊びに来た。こちらを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。つるさんのナポネボーカルルーム。今回のエピソード23、はい JO1 って面白いですね。まあ1なんてやってないですけれども、数字の1じゃなくて今回はですね、カタカナの1になってますね。もうタイトルで一発でわかりますよね。犬と戯れる JO1 を見れると、今から見るのが非常に楽しみです。今回の動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして動画の後半には、誰でも簡単に、そして確実に効果が出るボイトレを紹介するコーナーを設けております。今回はですね、ウィスパーボイス。こちらを皆さんにご紹介したいと思います。JO1 のメンバーもですね、ウィスパーボイス使っているメンバーめちゃくちゃ多いです。今回のボイトレはですね、マスターすれば JO1 の曲も今よりももっとうまく歌えると思いますので、ぜひ動画の最後までお付き合いください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きな JO1 と INI の魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画とボイトレ動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは早速、はい、JO1。癒し会前編、ワンちゃんの世界に遊びに来た、見ていきたいと思います。いやー、週末が来たって感じがしますよね。毎週金曜日、JO1 魅力勉強会、はい、JO1 のリアクションやってます。はい、JO1。せーの、はい、JO1。あ、もう、小生さんが。はい、ということで、ミンチュアダックス。からして可愛いですが、今日はワンちゃんの世界へ遊びに来ました。いやー、いやー。いいなー。あ、いいね、いいね。今日はたくさん遊ぼうねって。あの、実家で昔からワンちゃん飼ってましたっていう人はいますかね、メンバーの中に。はい、実家でウサギ飼ってます。お、ウサギは違うな。また、また今度。チワワ。あ、チワワいいね。今も、まあ、ケイゴ。僕もチワックス、まあ、小型。あ、そうね。チワックス。茶色いレッドのトイプードルと、あ、トイプードルか。トイプードル、2匹よね。2匹飼ってますね。3匹。すごっ。スカイはワンちゃん飼ってましたって人はいますかね、メンバーの中に。はい、実家でウサギ飼ってます。あ、僕の将来はあのウサギです。可愛いよね、ウサギね。あ、優しい。そして今日は犬とやってみたいこととか、まあ、戯れたいよね、はい、やってみたい。いいね。あの、お手してほしいです。あ、まあ、いいね、はい、名前呼んで、はい、あの、1回で来てほしい。あ、うん、いいな。しよう。強い。うまい、返しがうまいな、リーダー。ワンちゃんと遊びながらちょっとした対決をやっていく。おやおや、対決する必要あるんですか。ワンちゃんとワンちゃん戦うってこと。やば。僕らがチームを組んで対決をしていくということですね。はい、ということで、その前にワンちゃん大好き JO1 ですが、はい、犬についてどれぐらい知ってるかほうと書いてありますけど、皆さんどのぐらいの知識がありますか、ね、正直その、研修、ね、その種類とかはマジでわからない。いや、扱い方よね。そうね、だから扱い方、扱い方、食べれないものとか。うわ、むずいで。それはむずいで。チョコレート食べれないもの。ああ、なんか甘いのダメって言いますよね。あれですよね、あの、四足歩行ですよね。それを見たらわかるわ。どうや。それわかったらいけないでしょ。もっと知る時間を作りたいと思います。ということで、まずはチームに分かれて犬クイズをしたいと思うんですけど、このチーム分けがですね、今回小型犬、中型犬、大型犬に分かれていくんですけど、なるほど。これはメンバーのもうイメージで、イメージ均等に分かれてほしいということなので、こいつなんか小型犬っぽいなとか、こいつ大型犬っぽいなっていうので均等にちょっと分かれていく。小生さん、翔也さんは小型犬っぽいですね。じゃあ小型犬、小型犬から、小型犬から。翔也結構小型。ほら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 。じゃあ翔也がとりあえず小型。そうだね、小型犬っぽいね。たくみも
も小型。ああ確かに小型犬っぽいね。ついのこう曖昧な肩幅。賢そうじゃない？立派な肩幅。ガッツし。ガッツし。中型っぽい。中型だね。ああそっか。でもやっぱここ二人は小型っぽいですよね。ああ。小型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 。ほらほら小生さんも小型だった。ほらほら言ったでしょ。ほら。じゃあ次中型いきますよ。中型。中型。中型ってどのサイズなの？マメちゃんも中型かな。ああ。じゃあマメ。ほら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 。マメ中。中学生。あそうだね。リあのエースもそうだね。そうだね。ガイが多いから。あレンも中型。レン君中か。ああ確かにね。そうリーダーはね大型犬かなとゴールデンレトリバーっぽいですよね。わかりました。なのでこれからクイズをしていきたいと思います。ほうほう。あおすごい。ルールは簡単です。問題を聞いて分かった方はあそこにある丸のボタンを押していただくと。はい。なあそういう感じね。押して、正解した場合は。1点で1問1点でやっていくと、はい、なるほどなるほど。クイズだけの対決ではないんでおいくつかやっていくうちのまず1個目がクイズということで、うん、なるほどなるほど。それではじゃあ犬クイズをやっていきたいと思います、はい、さあ皆さんも参加してみましょうか。僕も当てたい。全部で何個だろう。16。最初はグーじゃんけんぽい。4の4な気がする。5個。え？あ、合計か。16。あれ違った。俺行くわ。はい。お、俺行くわ。かっこいい。22。お、すご。なんで？なんで？なんでなんで？足と手が違う。あ、違う。すごいね。さすが。チームのルックン強いぞ。ルックン強いね。ルックン、はい、難しいね。3歳児ぐらい。3歳児ぐらい。1400。あ、そんなには分からないかもなのね。当たるこれ。うん、そうね、当たるかな。30。これダメだってダメだって。40。やばこれは難しいね。70。わかるか。俺わかるよ。わかるか。おや200。おすげえ。200。マジ？マジ？すごいね。そんなに理解できるんだ。答え聞いたもんな。答え聞いたもんな。答え聞いたもんな。答え聞いた。何個わかる？何個わかる？そういうこと？正解でよかったねって。犬による。犬による。うちの犬500。すごいな。当たり正解です。犬の血液型。わあ難しい。当てろ当てろ。 A と B だけかな。2 3。あ違うの。もっと多いのかな。じゃあA B 12多いって6でしょ。 A B A B 3 3 3 8 8。おすごムキ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 。お中型犬チームちょっと頑張ってほしいところですね。芝犬の芝。いけるいける。
秋田県がどうのこうのみたいなやつ全然わかんない絶対そうや豆ハウス全国 の, あの柴田さんって人が拾ったから言われた言われたって間違えてるから言われてもあ、わかったおやおや毛が芝生に似てるからああ、なんか それっぽい、そうそうそう、それっぽかった芝食べるから芝食べるからいけヒント聞かず違いますヒント聞かず芝を食べるからいけいけって言ったのに大きさいけいけ小さいかなえどういうこと本当そうなんやどういうことそうなんだでかいやなこの犬はパグと近く行っていいんじゃない分かる人分かりそうな近く行ってパピオンパグとパピオンじゃないかなブルドッグとチワワ俺もそれかなと思ったけどチワワとパピーパピーってなんだろうあチワワかチワワとパグじゃないかなチワワとシオンしばきますよしばきますチワワしかないやブルドッグとポメラリアンあ、ポメラニアン。なるほど。でもなんかそういう可愛い系入ってそうですよね。ポメラニアンとコーギー。あ、ぽい。え、パグじゃないかな、一個。マルチーズ。あ、マルチーズか。マルチーズとじゃあチワワかな。全然違う。全然違うこと言いましたけど。コーギー。あー、ちゃうのよ。マルチーズと、マルチーズとシオン。おい。ハイタッチ。マルチーズとポメラニアン。そんなブー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 。そんなやる？いけ大型。大型いけ。マルチーズとスライスチーズ。ナイスツッコミ。ボケが始まった。価値わからないけど。目と鼻シーサーじゃないシーサーあシーサーシーサーマルチーズシーサーマルチーズあ分かったはいはいはい、はい、マルチーズとシーズーあシーズーかうわーあーのモップ犬ねすげえなんてシーズーシーズーいや難しい難しいねあーおーいたはいということで今の犬クイズの結果は5問中小型犬が4点中型犬0点大型犬1点で小型犬の優勝ですおー強いねすごいないや強いですね強いはいということで次は本格的にワンちゃんたちと触れ合いながらの対決になりますなるほどあ次回だこの触れ合うのが見たかったのに次回だ。ああ、いいね。ああ、見たいね。あらららあらららららあらら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 。なんかめちゃめちゃ顔がねムニムニなんだ。リラックスしてるね。ああ、来週のお楽しみにか。重い大型犬はい JO1 エピソード23癒し会前編ワンちゃんの世界に遊びに来た見ていきましたいややっぱり動物は癒されますねそして僕はですね JO1 のみんなが犬と戯れる姿を楽しみにしていたんですけれども次週に持ち越しということでですね、まあ、楽しみが先に伸びましたねで犬はですね僕も大好きなんですけれどもうちの妹夫婦の家にですねトイプードルなのかなグレーの色のトイプードルを飼っていてで帰省したタイミングとかにですね会えたりするんですけどとても利口なんですよねお手とお座りはするしあとねこうやって
顎っていうとですね、ここにこうチョンって顎を乗せてきたり、タッチってやるとタッチってやってくれるんですよ。まあこのタッチはですね、僕が仕込んだんですけど、本当に犬は頭がいいですよね。さっきのクイズで200の言葉を覚える、200だったかな500だったかな、どっちだろう、ちょっとね混乱しちゃいましたけれども、それだけの言葉を覚えれるっていうことはものすごく頭がいいんだなというふうに思いました。次回のエピソード24はいよいよ JO1 が犬と戯れる姿を見れるということで楽しみにしていたいと思います。以上、JO1 魅力勉強会、はい JO1 エピソード23、癒し会前編、ワンちゃんの世界に遊びに来たリアクションでした。さあ、ウィスパーボイスやっていきますよ。ウィスパーボイスっていうのは声と息の音、これを同時に出すことをウィスパーボイスって言います。こんな感じの声です。ポイントはですね、ため息をしながら歌を歌う、こんな感じですかね。一番わかりやすいのはですね、 JO1 のドリーマーの最初ですね、ケイゴさんのパートかな、ここですね。それ以外にもですね、ロマンスの A メロのつるちゃんのところとか、ウィスパーボイスですよね、息がこわーって入っている、あれはため息をですねしながら歌を歌うような感覚で歌っています。練習方法としてはですね、まあ今言ったんですけど、まあため息ですね、はあ、こんな感じでメロディーを歌うといいですよ。そしてポイントはですね、鼻の中に声を入れる、これをやるとウィスパーボイス非常に出しやすいです。おそらくここまで見てくれた方はですね、ウィスパーボイスできなくて困ってる方っていうのが多いと思いますので、ポイントはため息と鼻に声を入れてあげる、この2つをですね意識するだけですごくやりやすくなると思いますので、ぜひお試しあれ。以上、ボイトレコーナーでした。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。